こんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょってしてて、いかにも地下っぽ。あれ、ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー、ユーコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。いくよ、六本木目指して。うわぁ、もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間、どうしよう。体力的な意味でとにかく頑張るしかないよね。えいえいおみんな。突然だが、君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか。それとも優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな。え、いきなり何、京子さん。普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど。ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。いくら私たちがユーコッチ奪還のために死に物狂いで走っても、こんな早く赤坂は無理でしょ。迷いがとはたとえわずかでも、ここまで物理原則に影響を与えるのだな。ええ、どういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが、空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけど、デジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。
敵の死角かもしれない。え？敵の死角？助けに行くんやろ。ユーコっていうかユーゴっていうか、てかあんたはユーゴがユーコっちだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えてユーコっちは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿はユーコはんの兄さんの姿なんや。ユーコっちのお兄さん？そう、エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さんユーゴハンや。そのアバターを使うてユーコハンはユーコハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーコハンは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろか。家族との何か？ユーコっち、そうだったんだ。ユーコハンはワッチに手を差し伸べてくれた、ワッチに居場所をくれた大事な人や。お願いや、ワッチも一緒に連れてってくれへんやろうか。え？ユーコハンを助けたいんや、お願いしんす。本気なの？けど確かにユーコっちを助けたいって思う。よし、一緒に行こう。一緒にユーコッチを助け出そう。ノキア、おおきに。ちょっと、お礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りって。ぶさい。それは却下。ほら、さっさと行くわよ。君がいてくれてよかった。グレイトー！
くぞ。気を抜くな。無理しちゃダメだよ。
地下施設、本当にここにユーコッチが。わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。ねえあれ、ユーコハン来たか。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。リグドラシルの意志だか何だか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに、人間風情に肩入れし、崇高な意志に背くとは。お前、まさか。ロキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？だって岸辺は…ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。させるものか。まずい、やつはもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。お忙しそうですね。スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね。冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇なんて。新たくん、君はどうしますか。もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ、歪みだ。一体何の話だ。まあ、そのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですが、ね、何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。うちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さんだったものも、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした君たちの、その可能性が生み出す未来に魅力を感じて、そしてその可能性の芽は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐がある。お前がデジモンキャプチャーを。いや、何、研究の過程で生まれた副産物です。いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時に。てめえ待て。
今は作戦を優先させねえと。あいつらが。これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。あれはデジモン。やつはロードナイトモン。私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体をよりしろとしてずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。2つの世界が扉でつながり。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。ほほ。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだ。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノギアたちと行動を共にし確信したのだ。人間は滅ぼすべき存在ではない。ロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々に印籠を渡して、せめてもの情けにな。我が計画の始まりの呪しとして知れ。おら。これが思いの力だ。本来の力が解放されるにはまだ早いか。だがそれも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末はその後だ。あの空は変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。
さあ罪をあがなえ愚かな人間ども。ワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのは他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。仲間たちを探し出し共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが人類の末路に変更はない。クソ間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫、なんとかなる。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、ゆうこはん、そうだ、ゆうこ